わしは百に一つは帰れると思うとるったい。坂本やったらくさ、日本中のひっくり返よるばい。あとどげんこつになるか誰にもわからんぞ。そらまあそねんですばって。僕自身が新人だけでやった中で、やっぱり組長の組っていうのは自分がやりたいってことはやっぱり人の土台に乗っかってるし、自分のやりたいことはやってないわけですよ。テクニックでもって鋭角化できるように作り直したと、人の下敷きをね。で、最後の日に関しては私がやりたいものはやったということは言えるよね。これはやっぱりいくつかある中でもやっぱりそのやる謹慎の血と血のつながりの中の戦い、それプラステッペンにある男を現実に言わしてしまうと。映画で言わしたこといっぺんもないはずだよ。それまで言わそうとして失敗する話はいっぱいあるけど、それは手出してない。それをやったということをにトライしたということが、そこで一つの、まあ、いや私自身の映画の狙いが出来上がったということは言えるよね。行動に水場流し込むことになっての、バッテンわしは浅見場をぶうて鶴橋持って一人で霧屋に降りてったぞ。そうバッテン、わしの親父たちな見つからずじまいじゃったがの。何か新しいネタはないかなと思った時に、僕はね、提案したのは一つね、九州の炭鉱の話でね、これは実際にあった話でね、橋爪巡査が拳銃を奪えた、その拳銃でね事件を起こしていってね、何か殺人が行われたってことが本当にあったのよ。僕自身はその盗まれた拳銃が呪われた拳銃みたいな、次から次へと事件を起こしていく話やったらどうやと、面白いでってことを僕は草壁なんかに言ったことはある。その中で草壁面白いなそれはって、その巡査の話を調べに行ったの。そしたら大変村の筑豊の派出の巡査で、その非常に慕われている人でということで聞いて、そこで僕が思いついたのは、その頃炭鉱の事故がいっぱいあったんですよ。アイデアとして姉と弟がいて、お父さんとお母さん、これ女性も炭鉱へ入る時代だったから、落盤で埋ってしまう。でそのどうしても助けられない。で結局埋めてしまうわけよね、ガスとも全部止めるために火災を。で結局犠牲になって自分の両親を助けられない。で2人がそこへ近寄れない、みんなね危険だから。その非常線の中、12、13歳の姉さんが5、6歳の弟連れて掘りに行くのよ、土砂降りの中。もうできるはずがないのに、そこへ巡査が通りかかってね、手伝ってやるわけだ2人を。できないと分かりながら、それでその2人を家に連れて帰って、奥さんと2人でご飯食べさせて、まあいたわるわけよね。その巡査が、その弟が17、18になった時に殺されて拳銃奪われると。それでその弟が犯人をね殺すためにさ、ヤクザになる。それでその姉さんはたまたまそれに関係したやつの女、水商売から敵側のあれになっていくという話をしたらどうやと言うたのよ。そしたら面白いと五郎さんが言うてね、それで総理作ったんだわ。その時にね、殺人事件で実際に黒焦げの死体がね、女性の あって身元不明の女の死体があったってことは新聞に出たのよ。そういうミステリー面白いなってことに宇佐さんが言うたわけ。だからその話がね、話のうちに変わってしまったの、それに。あの時に大阪の松田組とかなんか大抗争で、山内組が5、6人喫茶店で何人か殺されたとか、バタバタバタあったじゃない。それがちょうどライブの事件だった。そういうことをやるということは、ライブの話になったから、炭鉱の話が飛んでしまったのよね。炭鉱云々ってことってずいぶん昔の話になるからね、多少残ってるけどね、話いきさつとしてはね。そういうことで結局ミステリー仕立てにしようと、ミステリーにしようと、誰がやったかということを、いうことで新しい仁義なき戦いというものをミステリーに引っ張っていこうと思った中で、僕自身はやっぱりそれじゃあそこでその組長の首でも女を描いたから、まあふっと思って、兄貴と妹のそういう兄弟であればさ、
子供が二人きりで苦労してね、お父さんはそういうであれば、その愛というのは当然芽生えるよね。そこから異性同士の愛になっていくみたいな感情を変えたらということで、それも僕はね、もっとね、はっきり言ってね、あの露骨にやりたかったんだけど、やっぱりあまり草壁あたりがプロデューサーがあまり露骨な、まあ、セクシーまでやったらおかしいってなことになるわな。だけどそれを非常にロマンティックにやって、そこで一番挑戦したかったのは空調の首とではできなかったけど、その大組織のドン殺しを、親分殺しを現実にやってやろうと、殺そうと、今まで一遍もないわけよね。いやこれは不分立でヤクザの、例えば山口組三代目は絶対手出さないと、手出したなるみっていうのはひどい見直される。これはもう不分立でヤクザ社会にはお互いの頂点は狙わない。だから今の行動会でも司って人は絶対に狙わない。やるなら2番ナンバー2へやる。司さんやったらえらいことになっちゃう、こっちもやられる。だからそういうことでやっぱりドンは狙わない、それを一遍やってやろうということをやるってことは、薬剤社会の一つの鉄則みたいなのを突き破るわけだから、愛の形も当然異常になるべきだということで、二人の異常な愛、もうそれしかないと、いわばはっきり言って自暴自棄みたいな状況に主人公は陥る、まあ、はっきり言った狂気の世界に入っていくヤクザ。これはやっぱり菅原文太にやった、あれはスポンちゃんがすごく乗ってくれてね、まあ、いい芝居してると思う。あの菅原文太は仁義なき戦いのシリーズであれの方が一番乗ってたんじゃないかなと僕は思うんですよ。お願いじゃけん、今夜だけ昔に戻って。高さんは結局ね、ちょっとこう持て余したとやったけど、それであれはだから社会が東映の撮影所であるんですよ、必ずね、撮影所の試写室で。その時わざわざ僕の時で、高田さん今度は失敗したと、こうしたのよ、手で失敗した。僕はなんか失敗されたら困るさんのと思ったけど、なかなかいい映画だって。僕はもう高作さん全然良かったよ、僕は好き、こういう映画って言ったような記憶はありましたね。だから僕自身はあのお話は、まあ、お客さんもまあまあ入ったしね、まあ、自分としては嫌いじゃない作品で、ある意味では自分が描きたかった、あのどうしようもない、まあ、いやどん詰まりの、いわば奈落に落ちた男と女っていうものを、まあそれからも僕はずっと書いていくわけだけど、そのいわばきっかけになったかもしれないかな。うん、だからそういう意味ではあれは松原千恵子というか上々たるね、風情のね、女性がなかなか毅然とした最後姿でもって支えていくようなとこはなかなかかっこよかったと思うし、そのイメージが、まあ、向こうの次の極道の妻たちとかね、なんかそういうのにつながっていったんじゃないかなと思うな。よう気ぃつけんとアホが飛び込んでくるかもしれんで。あ、坂本の具合どないです。うん、空港のホテルに運ばれたままや。絶対安静ゆこっちゃが、何かあるたんびにその手やさかい、ようわからんわ。東映の場合はね、結構ね、女優さんってね、難しいんですよ。やりたからない人が多いのよ。まあ理由の一つは東映という京都撮影所の風土、どっちかというと女優さんにとっては怖いみたいなところがまずあってね。ただ東映自身の作品のステータスも、ね、上がってたから、あまり拒むことはないんだけど、まあいろんな理由があってね、その撮影所、東京京都撮影所何されるかわからん、逃されるかもわからんとかさいう、まず逃されるってのことをもうすぐみんな考えるみたいなとこあるんだけど、まあ仁義ではそういうことなかったからね。だから深作さんはそういうことを趣味でやる人じゃないとみんな分かってたから、だからあん中でやっぱり松原千恵子はピンポイントでまず大変美人だし、非常に発光というか幸薄い女性、美しい女性という、そういう女性がさ、やっぱり土壇場になってね、どうするかということがあるじゃない。そういう、それとやっぱり菅原文太との、まあ、
一つのカップルとして考えた上に映画、そういう色気みたいなものがやっぱり不思議で、女優さんでね、そういう影のあるね、美しさのある女性っていうのはね、まあ昔は多かったんだけど、どん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 日本がさ時代になってくるとあんまりいなくなってきてね、もうなんか明るい陽気な美人は多いけど、そういう人はあんまりいなくなってきたから、ピンポイントで狙って向こうが乗ってきたと、日活がまああんまりな、松川千恵子さんもない仕事はなかったかも分からんし、あの子に笠さんというとさ、まあやりたがる、まあ、松川恵子もそうだしさ、吉永小百合だって出てくるんだから、やっぱそれぐらいやっぱり人気監督だったから、うん、やっぱりまあなかなか五社さんなんかの場合は脱がされると思うからみんな警戒して出てこない、脱ぐ覚悟で出てくるけどね、腕があっても、まあ、深澤さんの場合は結構みんな出たがっとこもあったんじゃない。もうどん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 と配給収入とかいろいろ落ちてきて、観客もどんどん激減していってた時代だと思うわ。非常に悩んだ時期があったわ。そういう時に笠作さんはまあ結構僕をずっと付き合ってくれたから、それやっぱり僕自身を買ってくれたんだと思うし、僕はだからそんなに笠作さんの考えとか踏まえて、割に僕は柔軟だし、割にそんな点で逆らったりしないから、話を聞いたりして一緒に相談したりして、でそれでなんか深澤さんが物言わなくても1日も2日でも一生懸命考えて一緒に考える方だったからね、その酒飲んだりして知らん顔してはなかったから、それで信頼があったからやって、それでまあ最終的に北陸大戦争みたいなもんで、僕と深澤さんはあれでやっぱり巻き返せるとは全然思わなかった、うん、だけど内容的にはね絶対客来ると思ってたの、見てとか来なかったやん。で来なかった理由は何かというと、それははっきり言って飽きられたということと、それから菅原文太から松方に変わったということで、同じ製品なのにいわばその材料が変わったわけだよな。そういう意味ではやっぱお客さんというのは見放すんだよね。兄貴、兄貴はどこへ行ったっちゃ、わしは諦めんけんの。やめて、流すか。兄貴、兄貴、兄貴、長道、妹ばくれちゃる。引っ張って救助から出てき、もしメルトとクルトンにおったらぶっ殺すぞ。当時今の映画界と違ってプロダクション制だから、流れてものは自分らで考えて作っていこうというね、研究というかあれは研鑽はできるわけよ、模索はできるわけで、一緒にプロダクションだから、プロダクションが金出してくれる、企画さえ通れば次のもんできる、次のもんやる時のプロダクションの場合は前の失敗、そういうものを踏まえた上で考えられるわけや。今はそれがないじゃない、一本一本だからね、一つ一つの勝負だから、その頃はだからそれができたから、絶えずどうしたらいいかなということを考えたけど、一番やっぱり困るのはテレビがバンバンバンってあった中で、やっぱりいわゆるこう人客を引っ張っていくスターが、高倉健は別のとこ行って、その時菅原文太はドラッグやろうとか全然別の路線に行ってしまった、鶴田浩二は亡くなってしまったりして、だからまあ一時今もやってみたいな岡山富三郎とかそういうもんで繋いだりいろいろやったけれどもさ、流れはつかめなかったよね。やったら佐久さんはいろんなことをトライして、そのためにヒットしたりダメだったり繰り返していってたよね。僕自身は五社さんとの出会いでさ、ギリウィンやってね、ゴーツマとかいうようなもので、やっぱ僕自身は別の路線に活路を見出して、それで何やかんやとも10年近くは何回か持たした。ヒルインを作った時に、深澤さんが五社さんに撮影で会った時に、東映に新しい勢いつけてくれてありがとうございましたと言ったらしいわ。勢いって言ったか、風をね、東映京都撮影所に持ってくれてありがとうございましたと言ったらしいよ。だからそういう意味では深澤さんとのいろんな模索の中で、僕自身が掴んだのは女性を書いて、やっぱり女性っていうのが話をアクションの場合でも、ヤクザであるが何であるがさ、やっぱり世の中を動かすのは女だと、
僕自身はそれで見つけたけど、作さんもそこから先やっぱり結構女性に行ったんじゃないかな、いろいろと。ね、兄さん、もうねえや、明日早かぞ。だから大きな流れで言うと、草木さんは何をやりたいかってことを絶えず新しいも新しいも求める人で、僕らから見たらなんでこんな映画やるんだってものをやるのよ。だけどそのたんびに模索しながらね、自分が一番やりたい道を見つけていくんだけど、あれの人ほど一般に巨匠と言われる人たちはどれをとっても同じカラーなんだよね。で草木さんはね、同じカラーじゃないのよ。全部がそれぞれの個性を持ってる映画はね、全く違う。だけどどっかにね、僕らが見ると共通してるものはあるんだわ。で、あの人はだから何が共通してるのかなといつも思うんだけど、まあ最後のバトルロイヤルなんか僕は見た中で気がついたんだけど、その前の段階で僕は深田和子と高橋おでんって独夫ですよね、殺人の未完の愛のラプソディっていうのを書いてたんだけど、その中でやっぱり高橋おでんがどうしようもないのよと、自分がこれだけ男のためにね人を殺していく、悪いと分かってて もうどうしようもないっていうことを10回するセリフを深沢さんが僕の方に付け加えたんだわ。そのどうしようもない人間を書くってことを絶えず追っかけてんじゃないかなと僕は思ったな。うん。